D 型潜水艦はソ連海軍の潜水艦の艦級正式艦級名称は第一系列潜水艦デカブリストである。D 型潜水艦はロシア帝国海軍の後継組織となったソビエト連邦海軍が最初に運用した潜水艦である。当時のソ連はロシア革命や第一次世界大戦による混乱などの影響で造船計画は遅延し、 海軍力は低下していた。そのためソ連海軍首脳部は艦艇心臓の必要性を感じ、1923年に新型潜水艦の開発を独断で決定した。本型はバルト造船省のマリーニンギッシュを主任設計者として開発が開始された。革命直後のソ連の工業力、技術力では潜水艦建造には不十分だったため、 本型の開発にあたっては諸外国からの技術導入を多数必要とした。船体はイタリアから輸入した図面を参照し、発動機はドイツ共和国の満車より輸入した鉄道用ディーゼルエンジンを参考とした。船体は当時の先端鉄鋼技術を駆使したステンレス合金を採用したリベット接合式の複覚式構造であった。 耐圧角直径は4.76メートルであり、実用潜行深度は75メートル、限界潜行深度は90メートルであった。浸水発生時の被害を最小限に止めるため、船体は水密区画によって分割した。従来の潜水艦は基本的に船体は1区画のみで構成されていたが、本型では7区画に分割され、各区画は防水壁と、 ハッチで隔離されていた。本型は技術水準の低さに起因する不具合も多かった。バラストタンクの配置が悪く、先行時には船体重心に偏りが生じた。中排水装置や空気圧縮装置の性能不足から先行・浮上に要する時間も長かった。ベアリングの不良から期間を最大出力で20時間運転すると、 動力伝達軸が破損した。そのため性能は不十分であり、建造は6隻に止まった。1927年から建造が開始され、1930年までに6隻が、竣工各艦には D-1 から D-6 までの番号が与えられた。第二次世界大戦時には旧式化していたが前線で活躍し、4隻が沈没した。 1958年までに全館が退役したが、一部は博物館に展示されている。ありがとうございます。